ましょうか。水が冷てー。さあ今日はどんな冒険が待ってるでしょうか。さあ昨日は、山河内谷川を下りました。今日は日和佐川に合流したので、今日から日和佐川を下っていきたいと思います。それじゃあ行ってみます。すごいな。ちょっと空気入れます。いい天気だ。もうここはどうなってる。あ、ちょっとやばそうだな。いける。左。おっしゃい。オーケー。一瞬一瞬判断していかないとね。あ、クジラ岩。クジラ岩。さあ、あれがクジラ岩です。これが有名なクジラ岩です。こっから飛び込みを行います。じゃあ木田さんお願いします。クジラ岩来たからには飛び込まないと。じゃあ飛び込みしたい人。あれ、飛び込みましょう。はいはい。これが飛び込み石のクジラ岩です。ここに降りてくれないんじゃないの。あのクジラ岩のところの道がね、はっきりとないとかって分かりづらいみたいな感じで書いてあったんですが、うん、
あ、こっから登れますね。登る。みんな確かに。でかいなこの岩。なかなかスリリングですね。Thank you.
なコースだな。ああ気持ちいい。ここも深いな。しかし魚がいないな。いるんだろうけど見えないな。Thank you.
いいね。あ、民家が。野立ですか。野立はね、実は平井建てだから。あっちんかもしれない。くぐれるかな、あっちんかもしれない。ねえ、ここはいいね。ねえ、そこ。これは相当綺麗なんじゃないですか。これはプールになるな。ああ、全部見える見える。あれ？え？録画になってる。沈下橋行けそうですね。こんなところに忽然とハイカラな2階建てが。うん、行けますよ。うー、ギリ。よっしゃ。また水冷たいな。冷たいですね。願いたい。え、うなぎはどうやって取るんですか。あ、なるほど。ゴール到着しました。